ダムのご機嫌レディオ。ご機嫌レディオは JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りしてます。またこの放送はユーストリームでも同時生配信してますので、ユーストリーム内でドリームキングダムと検索してもらうと、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもぜひお楽しみください。皆さんこんばんはって言っても、今日はこんばんはっていう人が誰もいないという、今日はね、もともと美和と武彦でお送りするはずだったんですが、いつものことながらうちのリーダーがちょっと遅刻をしておりまして、まずは美和ピン芸人として始めたいと思います。まあだいぶね、世の中暖かくなってきたけど、いろいろ大変な事態がね、世の中は騒いでいまして、美和の住んでる山梨の方でもね、逆に人がいないっていう、観光バス通っても回送っていう、そんな事態にはなってますけど、まあアトムはね、全然変わらずにご機嫌にいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日も1曲目聴いていただきたいと思います。聴いてください、アトムでライトナウ。新曲作んなきゃだからこれ、アトムに近い曲とかも演奏してます。今対バンしようぜサポートしてるアーティストで、女の子ボーカル、女の子、僕だけが男で、バーってのが、あ、そうなんだ、ハーレムじゃんサラサラいきます。はい、ということでお聴きいただいてるのはアトムでライトナウです。もうこの曲もね、何年やってんのかな、でも未だに結構この曲はすごく人気があって、まあ今本当にね、世の中元気があるんだかないんだかっていう時に、まあちょうどいい曲なんじゃないかなっていう自画自賛で、皆さんそんな時にはアトムの曲を聴いていただければと思います。まあ冒頭でも言いましたけどね、結構今いろいろね、まあデマだなんだと SNS で流れてるこの世の中、まあ SNS もね、使いようによっちゃ、うちらはこうなんだろう、すごいよく使えるというか、もう情報を流すには本当にうってつけな感じなんだけど、逆にね、そういったちょっとみんなを不安にさせることとかにも使われちゃったりとかして、結構まあ今までだったらそういうこともないんじゃないかなっていう、そんなことも流れたりとかして、
まあでも皆さんあんまりそれを信じないでいてください。結構ね本当にトイレットペーパーとかねニュースでも毎日流れてますけど、まあ売ってるとこには売ってるっていうか、この前もね昼ぐらいかな、なんだホームセンター行ったら山積みに売ってました。こうね一人一点でお願いしますって言ってるけど、まあ大家族はね大変だけど、でもまあ一点買えれば十分なんじゃないかななんて思って、そうかと思ったらね、フェイスブックなんかではね写真がたまたま載ってたんですけど、お一人様10点までっていうお店があってね、買えるもんなら買ってみろっていう、まあ、それも一つのいい案なんじゃないかななんていう真面目な話をしてる時に遅刻した竹彦くん登場なんですが、あなたどうもどうもどうも余裕ですね。どうもどうもどうも、もうちょっと焦って入ってきてもいいじゃない。どうもどうもどうもいやー空いてるね。よかったね。空いてるけど、うん、電車って変わんないね時間が。そりゃそうでしょうよ。でもまあね、やっぱ街歩いてる人みんなマスクしてるよね。してますね。うん、もちろん予防するのに、うん、自分のためでもあって、うん、人のためでもあるという。うん、そうそうそう、うん。だからマスクはしてくださいって言いたいんですけど、私一回もつけたことありません。うん、ね、こういうラジオでも、はい、ブースの中でマスクしましょうなんていう動きがあるとかないとか初めて聞いたわ。喋りづらいよね。っていうかね、うん、今日目の前にいるドリームキングダム、はい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 、うなちゃんが、うん、さっきね外で会ったんだけど、うん、うわって手挙げられたんだけど、うん、あまりにもビジュアルが変わってて分かんなかったです。しかもマスクしてるから確かにここで会うから分かるけど、うん、ちょっと離れたところで会ったの。いやいやスタジオの前でスタジオの前で会ったんだけど、うん、一瞬ほどね0コンマ1秒固まったもん身は誰と思ってそしたらさ、うん、いやちょっとロック強化って言ったから、ほうじゃあちょっとロックのイベントをやりましょうやっつって、ほうほうほう、ずーっとこの放送前、うん、ずーっと言ってた。なるほど、うん、やろう。すごい、どうこの放送を通してのオーバーやりましょう。やりましょう、うん、まあ本当さっきから今日はちょっとね真面目な話をしてたんだけど、ほう、まあ、コロナの話というか世間元気ないよねっていう、うん、なんかニュースでねお花見もこう中止ではないけど、まあ、自粛ムードに、自粛ムードに、ね、そうだから結構そのなんだろう、うん、その周りの人がさ、うんうん、お店屋さんとか、そうね、うん、結構それに期待してたっていう人たちもいるから、うんね、そういう人たちはちょっとねこっちが、うん、こっちこっちがラジオラジオの、ね、お金の方とか ね、 ね大変ですよね、うん、まあ各いううちらもさ、うん、ニュースでバンバンラジオ ラジオじゃない、ね、ライブハウスがね、うん、取り上げられちゃってて大変ですよ、うん、知り合い の神田にある庄司丸さんとか、うん、このままじゃ潰れちまうわと、あ、やっぱそうSNS 上でつぶやいてました。いや本当にね、うん、結構ライブハウスねすごい取り上げられちゃってるじゃない。映画館とかさ、もう、まあ、ライブハウスが悪者だみたいな。そう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 、ね、ちょっと、でもほらもっと言ってしまえば、うん、そのコロナねかかっちゃった人たちだって別に被害者なわけじゃない、うん、ある意味被害者っていうか、ね、コロナの話はやめてください。まあ、いやでも今の声は誰か天の声じゃないだけどあれなんだよね、その言いたかったことは、うん、そのバンドでもライブハウスでも、うん、配信、うんうんうん、配信ライブっていうのを、はい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 、知り合いのバンドもやりだしてて、ね、やってますね、うん、そうそうそう、だからそういうのでねどんどん盛り上げていきたいなと思って、うん、そうよ、うん、みんなラジオも聞いてラジオも聞いて、なんでいきなりそんなおねえみたいな。そしてうなちゃんは記者会見みたいになってるけど、本当ですね、うん、マイクが2本も向いてます。そう今ね多分オファーをしてたから、うん、公開オファーをしてたから王子が向けたんだと思うんだけど、なるほど、うん、
見た見たとか言っちゃって。あの今王子が一生懸命見せてるのが、うん、昨日の交通事故の。そう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 。証拠じゃん。無事生還してます。よかったよかった。すごいよ本当に、うん、不死身だね。ね。だって2トントラックだって。首とか痛くなったりしてないですか。全然。衝撃がない。不死身だね。本当にね、うちらじゃもう多分今来てない。病院から。普通だったら多分寝込んでます、うん、絶対に。そうだよね。すごい衝撃だったから。うん。いやー。元気なことはいいことだよ。ね、うん、そう、元気があればコロナも。コロナの話はやめろって。すみません、コロナはあの今いろいろあの厳しい、ね、あのいろいろ多方面から話題をやめてくれちゃう。はい。すみません、ね。じゃあ話題変える前に曲聴いてもらいましょうか。うん、はい。はい。じゃあ聴いてください。アトムでシャウト。コロナをシャウト。コロナビールの話はいいんですか。コロナビール。コロナビールの話。そっちの方があれじゃない。この間ちょっと国立でライブやったんですけど、その時のコロナビールの売り上げったらすごかったですよ。今日でも朝セブンスがテレビ出てたの。あ、出てた。ね、うん、ね、見た、ね、うん、昨日8人しか客がなかったって。おセブンスだと思う。おそう、空気清浄機入れましたそれで出てたのか。だけど記者の人がちゃんと中入って、なんかよく許可したね。ね、杉江さん映ってた。いや、俺ちょうど便所に行くついででテレビを見たら、あ、セブンスだ。そう、俺もだけどちょっとトイレ我慢できないから朝の忙しい時にね。そうね、トイレの時間大切ですから。そうね、うん、最近ほら杉江氏メディア大好きだから。大好きだからね。オーベイベー。でもベイスターズも観客じゃつまんないじゃないですか。あーねー、スタジアムですね。なんか中華街とか結構大変みたいですね。もう本当にお客さんとかね、いなくて、本当にまあ至る所で至る所大変ですよ。カップラーメンの缶詰がなんかなくなってるらしいです。お、家でみんな食ってるらしいですよ今。だって本当武蔵小杉駅ガラガラですよ人。この時間いつもすげえ、ね、そうです。あ、かき分けてこう来るのに。この間サプラスレスター行ったら、うん、10時まで俺しかいなかったでも10時回ったらいっぱい来た。あ、いやね、俺はねコロナよりね花粉。あ、行くよ花粉が今日はね行くよ、はい、行きます。はい、ということでお聞きいただいてるのは、はい、アトムでシャウトです。うん、じゃあひじきの話でもしようかな、うん、皆さん花粉症は大丈夫ですか花粉症の話はさ毎年してるじゃん。そうですね、うん、いや今年特にひどいんですよ。もう嫌になっちゃ う, もう。でもなんか毎年よりもひどそうには見えないけどね、こっちから見ると。あの薬の進化っつうか、うん、すごいんですよ。へえ。あの、まあ、前からある大野くんが宣伝してあれやーみたいなね、これがあんまこう前からある薬だけど、うんうん、今年新しく出てきた薬なんかとか、うん、結構ね効きがいいというか、へー、うん、まあやっぱ人に合う合わないあるんだろうけど、うんうん、俺なんか一つすごくてきめに効いちゃうのを見つけちゃって。いや、なんだろう、花粉症あります？あります。あります、うん、王子あります？ないです。ないでしょうね。え、ないでしょうねって言った後美和言いにくいんだけど、美和もないんだよね。本当羨ましいよ。そうだから今ね、自分がいる周りってさ、杉だなんだってめちゃくちゃ森に囲まれてるけど、うん、そう、もうね風邪ひいてるみたいになっちゃうのね、症状が。体が熱っぽくなるし、なんだろう、ぼやっとするし。ほら前回も言ったけど、ちょっと木こり的な木を切ったりとかしてるんだけど、まあ、お仕事お仕事でね、別に聞こえじゃないですよ私なんだけど、うん、やっぱね花粉症の子たちはね、うん、大変ですよ。みは一人であれだもん、バブって言っても。は今までほらお風呂のさ、はい、あれでしか入ったことない森林浴の香りとかがさ。あ、なるほどね。本当にその匂いなの。あ、なるほど、なるほど。すごいなと思って。バブの本物のやつだ、うん、バブって2回言っちゃったけどね3回言っちゃったけどね。そうそう、本物、うん、でもね本当にその匂い。お、うん、
あ、自然ってすごいと思う。だってさ、なんかこのヒノキのさ、うん、こうボールになった形のやつとか、はいはいはい、お風呂に入れるような、あの溶けないで本当に木のやつでしょ。そうそうそう、昔温泉場行くと売ってたりしたよね。知らない。知らない、うん、温泉場がないかもしれないけどそう、あれ本当入れると、お風呂に入れると、うん、ヒノキ風呂に入った気持ちに目をつぶるとなれる、うん、なるほどね、うん、でもあれで、うち の, あの従業員というかスタッフの子なんて、うん、あのそれこそ他の仕事をさせると、うん、森に行きたいって言います。だからやっぱ森林浴って本当だなって思う。あ、ね、うん、なんかね、ヒーリングなんですよ。そう、すごいいいんだって。そろそろひじきの話していいですか、はい、ひじきって誰でしたっけえ、うちのチンチラちゃんです。もうあの可愛い可愛いマナ息子の、黒ネズミね。黒ネズミじゃないです、チンチラっていう動物なんですね、前にも言ったけど本当に人気があって、うん、今日王子にもミワちゃんちのウサギって言われてチンチラですって言ったんだけど相変わらず、うん、TikTok なんかね、インスタすごいっすね、 Facebook、アトムのネタよりも人気があるっていうね、うん、みんなああいうの欲してる、ね、ああいうのって言わないでうちの可愛い子、みんなああいうこうヒーリング的なものをなんかすごく求めてるよね。でもね、本当なんだろう、ウサギちゃん、なんでみんなそんな疲れてる何言ってんの、あの違うの、チンチラって元気だそうっすね元気よ、チンチラちゃんは、うん、あれよ、本当にあの結構し人気あるんだけど、まだまだこう知られていない。そうよね、うん、動物のこの部類と部類じゃねえな、このチンチラっていう動物、だから猫かと思ったし最初聞いた時、まあ、猫にもいるからね、チンチラって。だからそういったチンチラって言われて、うん、あれねってこう結びつく人少ないよね。あんまりいないんだよね。でも、うん、あのまあ、エキゾチックアニマルと呼ばれるそのほうなんていうの、ペレットとかさ、うん、あの中で本当に上位入ってきてんだって今獣医さんが言ってた。でも本当にあの犬とかと同じぐらいさ、うん、言葉が通じるというか、はあ、出たよ。そう、そうやって言うとね、みんなね飼い主バカって言うんだけどね。いや本当だから、いや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 、あの君はバカにされてるけど、うちのひじきちゃんに、うん、可愛いんですよ。だって寿命もそう、15年から20年ぐらい、ね、すごいよね、うん、下手したら美和より生きるかもしれない、うん、運じゃねえしでもね、今朝もね、はい、あの冷たい手をねこう寝てたら、うん、ほっぺの上にって言うと可愛いんだけど顔面に落ちてきてヒヤッてして起きたんだけど、まあ、それがだいたい朝いつも5時とかそのぐらい。なるほど、うん、でもほんと可愛いよひじき。うん、なんでひじきって言うんだっけ。真っ黒だから。あ、食べ物のかあのそう、あのひじき。ああ、うん、可愛いでしょ。似て食べるやつね食べないでくださいネーミングセンスめっちゃ褒められるから。ひじき、ひじき、うん、あの気になる方はインスタなりフェイスブックなりで見ていただければ可愛い姿が見れるので、うん、ぜひぜひ。そのついでに、はい、アトムの告知も見てください。お、乗ってんのちゃんと。乗ってるよ。おうん、なんだろうねそのついでって言っとかないともうね、ほんとあからさま、みんな、あ、見る側の人たち。そう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 、うん、さっきも言ったけど、ひじきはいいねがすごいつく、うん、アトムはだいたいライブが終わった報告にはすごいつくのよ。そうだよね、うん、来てくださいっていうやつにはね、うん、消極的だよねなんだろうね、うん、あれね。そうそうそう。いやでも今度のね4月のライブ、はい、久々に銀パラ、うん、銀銀パラダイスやりますよ、はい、久しぶりに。アトム企画でやります、うん、しかもミワのバースデー、これ自分で言っちゃうよ。そう、4月25日がミワのバースデーなので。 そのつもりなかったんだけどね。もう告知のフライヤーの方にもね、うん、矢印して誕生日会って書いちゃったからね。4月の26年、ね、うん、4月の26日ぜひぜひ、はい、来てください。その前にですね、4月の14日火曜日、うん、こちらもセブンスアベニューの方で、はい、これはね音響のひろみさんの誕生日、うん、はい、うん、お呼ばれしてひろみずコレクションに、うん、はい、ちょっと出番早いんですけど、うん、なかなかの先輩方、そうね、うん、うん、面白い企画だと思いますので、まだ
正式な感じではないのかな。何がその、はい、その詳細は。いやほら、まあ、アトムでもやっていただいてた米沢誠一郎さんの、うんうん、今回ワープじゃなくてね、うん、戻に来るっていう、うん、なんて言うんだろう、カバーバンド、うん、カバーバンドっていうかそっくりさんバンドっていうか、もうコピーもうまさにコピーバンドって言うとちょっとさ安く聞こえるけど、まあ、ね、うん、まさしくコピー、まさしくだよね、これがコピーバンドだ、ね、うん、ぜひぜひ、うん、モトリーが来日した時に見逃した人がぜひセブンスアベニューの方に、ね、来ていただければと、復活ということで、ね、はい、はい、思います、うん、じゃあちょっともう一曲、はい、今日は聴いていただきたいと思います。アトムでレディーステディーゴー。いやさっきからポッポしてもん、まあ暖かいですよね、うん、下げるもん、いやもういいよ、いいわ、それで もう8分切ったから。今年はなぁ、金丸祭り、今年は去年行けなかったら今年は行こうかと思ってんだけど中止かな。川崎のすごいシンボルの場所です。そうそうそう、金丸ですか、面白いですね、あの祭り秘宝館、そうそうそう、秘宝館が日の目を浴びたみたいな。秘宝館ってまだわかんない、熱海はあるんじゃないですか、まだ、うん、みんなスクリーンで映し出すやつ気持ち悪いなぁね。もう昔行ったの、昔すぎてもう覚えてない。あと変なキーホルダーとかさ、ボールペンとかあるんですか。お願いします、お願いします。ど素人か。じゃあ行きます。はい、ということでお聞きいただいてるのはアトムでレディーステディーゴーです。はい、なんだっけ、ん、今曲流れてる間にたけちゃんの大好きな川崎のお祭り、うん、そう、ちょっと去年はちょっとふと行けなかったんですけど、うん、今年はね絶対行きたいなと思う、金丸祭りっていうのあるんですよ。あれまだなの、今年。そう、4月のだいたい第1週目の日曜日とかにやってるのかな。うん、うん、そうだ、4月入ってなんで、うん、まあでも4月になったら ね、うん、じゃないかな。そう、金丸祭りもうすごいエキゾチックなお祭りで、まあ奇祭と呼ばれてるんですけどね、うん、だけどもう、あ、でもすごい盛り上がりですよ。奇祭、山梨もあるよ、うん、火祭り、まあ、あれはちゃんとしてるじゃん。いやでも奇祭だからもっと、うん、エキゾチックなお祭りですから皆さん、すごいな表現、金丸祭りって調べてね、ちょっと今年はやるなら美和も行きたい、うんうん、ちょっと行きたいなと思ってますですね。みんなで行きましょうか。行きましょう。ということでエンディング、チョコバナナとか聞いてる、はい、もうエンディング、はい、4月14日と、はい、もう一度ね、うん、4月14日セブンスアベニュー、そして4月26日、はい、セブンスアベニュー、はい、3月はねちょっとライブはお休みさせていただいて、うん、します。はい、でまたこの後なんだかんだちょっとね営業の話とかも、うん、9月の話とかも入ってきてる、うん、感じなんで、ね、ちょっと今年というか今年度、うん、今年度来年、うん、違う、あ、来年度どっから始まり、 3月から始めちゃう。いろいろね、面白い企画、うん、うん、いろいろ出てきてるので、はい、楽しんで、お楽しみに、ね、はい、行きたいと思います、うん、そしてね番組内でもオファーをした、うん、きっとねドリームキングダムでうなちゃんが、うん、主催になってやってくれんじゃないのかな、うん、ね、あれロックイベント、ロックイベント、ロックイベント、ロックイベントね、あ、もう王子が言ってるから間違いないよ。夏ぐらいですか。秋ぐらい、クラブチッタ
をここまでにしときましょう。そうね、あのアトムやったのもう2年ぐらい経つのかな。もうちょい経って3年ぐらい。いや2年に、あ、そう、うん、ね、そうそろそろちったもまたやりたいですね、うん、川崎も盛り上げていきたいと思いますよね、うんうん、ということで、もう3月か、うん、そうですよ、来月もうだからひな祭りも終わったし、自分で言っといてなんなんだけど、また年取るわ、うん、ぜひぜひ、はい、4月の14日26日、うん、まあ、その前にもう一回この放送ありますけど、14日か、うん、遊びに来ていただければと思います。そうですね、はい、はい、ということでよろしいですか。もうすか。もうすよ。もうすよ。そうっすね。早いっすね。早いよ。あなた遅刻。あのね、毎回遅刻してきてね、早いですねはないでしょ。本当に。いやー、30分ってあっという間だよ。来月は遅刻しないように。はい。はい、オープニングから行ってください。今日ね、ほんと住んでて乗れなかったら待ってみたいな。乗れませんでした。はい。はい、それでは皆さん。はい、また来月、また来週じゃない、また来月。さよなら。ありがとうございました。